伊達かあやの参戦。さあ、伊達かあやさんのおすすめ参戦でございます。最後の3つ目は何でしょうか。これはもうあれしかないでしょう。いきなりトークさんでーす。イエーイ。東が苦戦した感じですね。はい、マジで画数が多いと難しいですね。で、3の隣にいるのは何ですか。牛です。牛、牛です。牛、これ、え、ベロを出してる、で、トークさんポーズをしてる牛でございます。鬼ではなく牛です。いきなりトークさんって牛と何かありました。トークさんポーズがもう牛みたいな感じ。そういうこと。あ、でもそれって言うと違うと言われるんですよ、マネージャーには、はい、なんかこれっていうのを決めないでみたいな。ベロを出してる理由もアインシュタインとか言ったり、はい、本当に意味わかんないマネージャーだからあんま聞かないでください。あ、わかりました、はい、じゃあここら辺で、ね、本当にふわっとさせていきましょう。はい、ふわっとしてください。ではこのおすすめ参戦のいきなりトークさんのご説明を。はい、こちらのアイドルグループはですね、嘘でしょ、そういう感じでいくの。今じゃあちょっといきなりトークさん、今からこう知ってこう何の曲聴いたらいいかなみたいな、あ、分かんないなっていう人のために今この曲を聴いてほしいとかありますか。あ、そうですね、いきなりトークさんは今 SNS とかで推してるのはやっぱ可愛い楽曲が多くて、わざとあざとエキスパートだったり、沼れマイラバーだったり、服を着て恋したいっていう、この3つの曲を主に推してるんですね、 SNS で。なので、SNS で見てくださった方には東京アレルギーとか天下一品とか、そういうちょっとギャップがあるような楽曲がおすすめになります。天下一品はね、まあみんな大好きな。あ、本当ですか。大好きですか。私は好きですよ。嬉しいです。私はすごいなんかあの曲を聴くと、誰ですか。誇りが舞っちゃった。誇りが舞ってしまいました。元気をもらってますよ。はい、本当ですか、はい、よかった。東国さんのメンバーさんとも、まあ、夜間タイドルとかでもコミュニケーション取らせてもらいますけど、はい、みんななんか違いますよね。面白いですよね、うん、みんないろんな個性を持ってるって感じね。本当にもうおっしゃる通りで、いろんなのがいますね。いろんなのとか言わない。いろんなのがいます。こう、え、じゃあ、まあ、東国さん、まあ、うん、今おすすめということで、うん、まあ、今後のご予定もしれっと後で告知もありますが、今今後に向かって今どんな感じで頑張ってるのかっていうところをアピールしてもらってもよろしいですか。はい、私たちいきなりトークさんはですね、パシフィコ横浜でのライブが12月29日に控えていまして、そうですね、こちらのライブは去年も同じステージで立ったんですけど、あとちょっとというところで満員にできなかったっていう悔しい思いを抱えながら今年1年過ごしてきました。埋めるために、頑張るために来てくださいっていう感じですかね。そうですね、はい、パシフィコ横浜のリベンジライブが年末にございますのでね、ぜひぜひね、まあ、今チケット売ってるのかちょっと状況はわからないですけど、はい、ぜひホームページなど見てね、はい、チェックしていただければと思います。はい、最近多分そのイベント9日間9連勤されたと思うので、はい、うん、そこでもご新規さんのファンが増えているかと思いますが、はいはい、特典会ではどんなこと言われますか。はじめましての方とかに何か言われることとか。ああ、そうですね、一目惚れしましたっていう言葉が一番嬉しかったです。一目惚れしましたって言われたんですか。あ、そうなんです。あの、なんか見ててじゃなくて本当にそこにいて一目惚れして特典会に来てくれる方とか。へー、絶対にトークさん知らないっていう、本当にそのここでイベントあることも知らなかっただろうみたいな70歳ぐらいのおばあちゃんがその5人ぐらいで、5人ぐらいで来てくれて、あなたたち可愛いねって言いながらどっか行っちゃいました。どっか行っちゃったの。どっか行っちゃったっていう、はあ、あれからライブに来ることはないですけど、あれは嬉しかったですね。可愛いって言ってくれてありがとう。でも初めましての人は多かったですか。やっぱり本当に多くて、やっぱフリーライブは一元さんが一番、一元さんって言ってるんですけど初見の方を、はいはい、一元さんがたくさん見に来てくれて沼ってくださる場所になったのでいいなと思います。伊達さんの特典会はなんか面白そうですね。え、本当ですか。もしこんな感じです。うん、でしょうね。はい、ということで、伊達かあやさんのおすすめ参戦、はい、3つ目は、所属しているいきなり東国さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんぜひライブに来てくださいね。伊達かあやのおすすめ参戦。
この番組は泉さん、かっかみさん、ももさん、たかとしさん、ウクレレむしゃむしゃさん、ありがとうございました。これからもね、夜間と会話をよろしくお願いします。